か。うん。ということね。ということで、うん、何？いや今日行ったじゃん。話そう。そう今日行ったね。いやそう今日ねちょっと山上とさ、うん、パンケーキをね食べに行ったんですよ。そうパンケーキを食べに行ったんですよ。そう行きましたねパンケーキを。そうね最初にさこう山がここ行きたいってさ送ったところにさメリを連れて行ったらさ、うん、あそうなんかね地図をね見ながらねそうそうそう行ったのよ。うん歩いてね行ったんだよね。そう、うん、なんか 遠いなこことか言いながら行ったの。そう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 。そしたらね、うん、看板がなかった潰れてたそうしたらね潰れてたんだよね。そうなんかさ分かりづらいところにあんのかなとか言ってめちゃめちゃ探したらあれ看板なくなってない。そう看板なくなってるっつってこれここっつって潰れてた。さあでもさ山上が見た情報はさ、うん、営業中になってたんだよ普通に。いやそうで僕の見た地図ではなんか、うん、開いてないけどっつってそうなんかさ なんだったんだろうあれあれ何の違いなんだろうね。うん僕の見た地図ではね閉まってたんだけどね本当に山上の方の地図ではね営業中になってた。営業中になってたんだよねあれやばかったよな。あれやばいよね。えってか何がやばいってさなんか隣、うん、歩いてたカップルいるじゃん、うん、カップルも言ってたよな。えっ ここじゃねみたいな閉まってないみたいなそうここ終わってないみたいな。いカップルも言ってたわ。おもろかったあのカップルもすごい。いやめっちゃおもろかったな悲しい顔してたもん。あれここじゃないいやあれここじゃないそういやおもろいな。いや面白かった。えてかなんかなんかねちょっと僕のお話させていただくんですけど。いいですよぜひ。なんか僕最近なんか夜中にパンケーキ食べたくなったんですよね。はあ、はあはあはあ、で最近でもその夜中に食べたくなったパンケーキの、うん、あれ欲が偽物だと思ってたの言ってたね。そう、うん、そうだから偽物の欲だと思って、うん、1日寝かせたの、うん、でそしたらね、うん、次の日もね、うんパンケーキが食べたかったの。じゃあそれはそう本物じゃん。そうでも本物だと思って、うん、あのだから次の日の昼ご飯だか夜ご飯だか分かんないその夕方、うん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 、そう夕方のパンケーキをね、うん、あの夕方になんか晩ご飯兼パンケーキを食べたのさ。あ焼いて。そしたらね、うん、そうそしたら一口食べたらね、うんこのパンケーキじゃないってなったのそうやっぱ店のだっつって。そういや これパンケーキはパンケーキなんだけどこれじゃないってなったの。なるほどね。でもね今日のパンケーキはこのパンケーキだったって感じだったマジでよかった。いや美味しかったあのパンケーキ。いやマジでめちゃめちゃ美味しかったよね。そういやあるあるって言ってる人おるそうあるあるなんだそれって。そう、ね、あるあるだよ。美味しかった。普通にさ2人ともさ朝ごはん食べずに行ったからめちゃめちゃお腹空いててさ、うん、しかもさ、ね、朝ごはん食べずに行ってさやっとありつけた時間がさ16時だったね。あるよ遅いのよそうでバカと本当に遠くて、うん、遠かったね。そうなんか朝から行って、まあ、昼間に着いて、うん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 、で昼間に着いたけど閉まっててでそっからなんか探し、ね、調べ直してそう調べ直して行ったのがそう、もうほぼ晩飯だったね。いやほぼ晩飯だって山もう食べてないもんそれ以降。いやでもね、うん、パンケーキ屋さんに着いた瞬間さ、うん、急激に甘いのじゃなくてさ、うん、しょっぱいのが食べたくてそうなんか普通に飯食いたくないってなって、うん、そうなんだよ。そう飯を食うっていうそう飯食ったパスタ食べた山。飯食ったね、うん、いやあれ美味しかったね。美味しかった。でもねやっぱクリーム系ってもう年なんだなとはちょっと思って、うん、最後のあれなんか胃が重たいかもしれないのえでもワンチャンあれなんかレモンクリームパスタみたいな。あそうそうそうなんかさっぱり系のクリームパスタだった、うん、逆にあれでよかったよね。うんそうパンケーキ屋でそうパンケーキ屋でね食べたんですよパスタをね。美味しかった。だからねパンケーキ半分こしてるの。いやそうパンケーキ半分こして食ったなんかメリーがさパンケーキ切るから押さえてって言うからさ、うん、ナイフを押さえるのかと思ったら、うん、パンケーキを押さえそうそうそうえだってさ違うの、 僕がねパンケーキをね切ろうと思って、うん、ちょっとナイフをね突き立てたんですよパンケーキに、うんうんうん、そしたら
3段そう3つ重なったんだよね。そうパンケーキが3段で、うん、あのそうパンケーキが3段で、でなんかあ崩れるなと思って、そう崩れるなと思って、うん、あちょ山これ押さえてよって言ったら、うん、なんかガチャってあのナイフに上からフォークでガチャってもらうこれ何っていやパンケーキパンケーキっつってパンケーキパンケーキを押さえてもろてっつって、いやナイフをなんか入ってかないのかなナイフがと思って、でも一回止まったからね時間テンテンテンってそうあれなんか違うってそうあパンケーキのことなんだと思ってそう押さえたわ、うん、美味しかったわ普通にパンケーキはなかったなんかパシュパシュしてないパンケーキだったね。